俺今日も山登り行ってきて。え、嘘。今日山登り帰り。帰り？今日東野さんと椎葉さんと俺で登ってきたんやけど、うん、誰だ椎葉さん、椎葉さん多分お前全然知らんおじさんやけど、なんでそれ言ってまうの。東野さんとでええやん。椎葉さんじゃあ言わんでいい。3人で登山クラブっていうの結成してて、あ、東野さんも登りはるんだ。そう、今年の夏に、うん、去年の夏に富士山登ろうって言って、うん、その3人で上がって、うん、その発足したんやけど、はい、まさかの6合目でリタイアするっていう。富士山リタイア史上一番。だって5合目ぐらいまでバスで行けるじゃん。そうそうそう、そっから6合目で帰ってくるの。早ない？まあ、ほんまスカートの女子に追い抜かれて。もうこれやめなあかんって。山を舐め腐った女子に。はあ、そういうことね。で今年の夏は絶対富士山登ろう言うて、うん、今から、うん、ずっともういろんな山をちょっとずつ標高を上げていって、うん、毎月登っていってんねんけど、うん、で今日がその日登山の日やったから、うんうん、だからまあ、登山でね降りるの遅れたら吉郎がちょっと断ろうと思ってた。いや嘘やん。マジで、うん、そんなに登山大事になってんの。うん、え、登山急上昇ワードになってんの自分の中で、ね、自分の中で、うん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 、どうなのロケバスとおっさんと登山が今入り混じってるけど。おい、はい、6時間くれ。いやいや。ちょっと考えてくるからよ。語れるな、悩むところか。ちょうど三つどもえでその3つがね。あ、すごいな。そうね、でもええよ、やっぱ山って人をこう丸裸にするからさ、なるほど。東野さんってなんかこうクールなイメージあるやん。ある。でも全然やっぱ山に行ったらさ、うん、こうきつい登りんとこから平らんとこ行ったら、うん、ああ平らって楽やなとか結構普通のことを言い張るからさ。お、東野さんも丸裸になってるな。むちゃくちゃおもろいこと言うイメージやけどね、うん、何事も。そうやろ。で、うん、今日もさ、なんかさ、大山っていう山登ってて、神奈川県にある大山っていう山登ってて、うん、で途中で、江ノ島が見えんね、海が見えてさ、うん、であれ江ノ島ですよみたいな、うん、でここまあ昔からな、あの江戸時代からなかなか信仰の対象になってるええ山やねんけどっていう話してたからかな、うん、あの江ノ島見えますよみたいな言った、うん、あの東野さんがな、江ノ島江戸時代の人とか江ノ島でござるとかって言ってたんかなってこうわけわからんこと言い出してた。俺答えに困ったもん。これはむずいな。いつもおもろいことしか言わへん人が江ノ島でござるって言ってたんかなって。